いつも大変お世話になっております QCG 革新研究所の中村です。今回ここにあるような本を出しましたので、ご参考にというふうに考えます。私がですね、最初に企画書っていうのの体験をしたのはですね、会社入ってすぐの時なんですね。で、当時成長産業を調べようということでですね、担当になりましてね、企画書を作ったんです。で、プレゼンしたらですね、すごい大好評だったんですよ。ところがね、こんなの大体キャビネの肥やしになっちゃうというわけですね。で、そう思っている時にですね、不況になったんですが、精密中央関係のですね、部長さんがご覧になりましてね、あ、これはいいって取り上げてね、製品化まで行っちゃったんですね。これはすごかったですね。へえ、こんなことが起きるんだっていうことを体験したっていうのが最初の内容です。まあ、それからですね、いろんな企画書を作ったんですが、この構成っていうのはですね、いろんな情報を目的に合わせて集めましてね、ちょうど工場でものづくりをやるように、良いものを作る。ということで、情報加工の理論を使って進めていくっていうことが特徴なんですね。まあ、ここにそのお手本があって、このやり方が詳しく本に載せているんですが、こういったものを作るっていう時にですね、テーマが大事になってきます。ここにあるようにね、起きている問題を捉えるのか、あるいは理想とすることを捉えるのか、あるいは未知のことを研究していくのか、すでに知っていることに対して対策を取るかっていうのがあるんですね。まあ、こんな9つの証言に分けるとですね、企画書の中身っていうのは分類するとすごくよくわかるね。例えばですね、ここは無駄が多いよっていう仕事があったとします。そうするとですね、こういうふうにこんな問題があるよっていうことでビデオを撮ってね、そしてこういうふうな改善するといいよっていうのを分析してですね、そしてこんな効果になるよっていうのを書けば、これ自体がですね、簡単な内容ですけど、企画提案書っていうのになるわけです。まあ、実行計画書になるわけですね、このままやれば。書類だけかなと思ってるとですね、カップヌードルね、これ日清食品が昔売り出すときですね、企画していろんなことをやるんじゃなくて、もう当時流行った歩行者天国で一気に物で見せちゃう、なんていうものが語る。これやったんですね。同じようにですね、一眼レフやるときに、なんかレンズ系が制約条件になってたらしいんですね。で、コンピューターも大きかったんですよ。これ超小型になるっていう予測のもとね、プレゼンしてですね、白鳥が飛び立つ写真を見せたっていうわけね。そうするとですね、これで企画が通ったっていうわけです。まあ、こんなことですから、製造現場の改善もですね、ビデオを使ってやるのも一つの方法だっていうことで載せてます。で、書類を作るという場合にはどうしたらいいかっていうことですが、テーマの良さですね。これを知っていただこうということで、実はケーススタディを載っけてます。ケーススタディはですね、研修をやってます。まあ、どこの会社でもね、こういう研修やればいい、こういう研修やればいいっていっぱいあるんですが、入れ込む、これじゃなくて、アウトプットを明確に見てですね、そいつを利用して研修の効果を上げる。それにはどうしたらいいかっていう内容がケーススタディで載っけております。まあ、ぜひご覧になってと見ていただくとありがたいと思うんですね。で、それが終わるとですね、今度はプレゼンテーションになるわけね。ここに書いてある内容はですね、伝える技術、話し下手でも克服する技術があるよっていう内容もね、載っけてるっていう内容です。で、情報を加工するときにですね、ロジカルシンキング、要するに論理的思考を使うんですが、ここの企画書の場合は、ロジカルクッキング法をやろうっていうね、こういう視点が大事だっていうことなんですね。例えば、和食を食べたいっていう人に洋食持ってってもダメですよね。ということで、相手の好みにいかに合わせるか。ということで、ここでですね、素晴らしいって言っていただくようなものをやっていく。こっちも出ちゃダメ。ということですね。こういう内容も解析しながらですね、要するに、企画書って何なの？具体的行動をとって成果を上げるためですよ。さらに、少し高いレベルのものをピュッと与えるっていうね、こういうところにノウハウがあるんですよ。ということを本に詳しく載せてますので、ご利用いただけるとありがたいな、というふうに思います。